春になりました。道端にも野の花が咲き始めました。この花の姿を目に残してみましょう。花を摘んできたら水に挿しておきます。学校に持ってくるときにはナイロン袋に入れます。そこに濡れたティッシュかキッチンペーパーを入れて、空気を入れて膨らませます。ふんわりと花を潰さないように包みましょう。これでも心配な場合は、しっかりとした箱に入れるといいですね。書くのには、薄墨を使います。墨を水で薄めたものです。では、仏の座を書いていきましょう。よく見て、書き始めるところを決めたら、思い切って大きく書きましょう。一画目が書けたら、あとは勢いでどんどん書いていきます。使っているのは書道用の半紙です。間違った線になっても構いません。よく見て、花の特徴を知ることが大事です。線書きができたら、彩色をしていきます。三原色カラーを使って書いていきますが、マゼンタがない場合、赤紫を代わりに使ってください。赤紫、黄色、青、この3つの色で全ての色を作っていきます。まず、いらない紙を折って、紙パレットを作ります。そこに絵の具をチューブの先を当ててほんの少しずつ出していきます。チューブの先を当てるのがコツです。水を含ませた筆に絵の具を取ったら、紙パレットの上で色を試します。できた色を塗っていきます。半紙は水がつくと少し黒く見えますが、紙パレットで作った色になりますので、心配せずに塗っていってください。まずは同じ色のところばかり塗っていきます。赤紫を使うことで綺麗なピンク色が出せます。青を混ぜると綺麗な紫色も作れます。描いたところにも描けなかった花を絵の具だけで描いていくといいですね。しっかりと筆を洗ったら色を変えます。黄色と青を使って緑を作ります。本物の花を見ながら緑色を調節していきましょう。緑が濃い時には青を、黄緑色に近い時は黄色を混ぜます。少しずつ混ぜながら塗ることで、より本物らしくなります。茎の部分など、少し茶色っぽいなと思うところは、赤を混ぜてください。この3つで、全部の色を作ることができます。仏
仏の座はこんな風に群れて咲いていきます。残った絵の具を使って空いているところにどんどん描いていきましょう。一度しっかり見て描いているので大体の形がどんどん描けるはずです。彩色が終わったら紙パレットを内側に折ってそのまま捨てます。パレットを洗う手間がありません。空いているところには花を見ながら描いたときに思ったことを書いて書き留めておきましょう。乾くとこんな感じに出来上がりました。これは種付け花。ナズナとは実の形が違っています。こちらは狐のボタン、セリのような感じで美味しそうですね。皆さんもいろんな花を描いてみませんか？